え、ここいつも電波ええで、うん、え、電波悪くなるの？あ、柏、うん、あ、ハンナちゃんか、ハンナか、オッケー。え、いや電波一旦ぶち切りされたわ。電波悪い、あそこ電波悪くないんだ、いやな、駐車場、駐車場、うん、いやそうでもないけど、そやんな、うん、今オッケー、どうしようかな。ハンナさん、え、聖杯、聖杯当たったんやけど、どうしようかって話。俺なんて言ったっけな。まあまあどうしようかな。今使ってもさ、相手分からなかったら意味ないからな。空振ったら、うん、でも置いといてな、うん。友達おらん、友達が今日、うん、これ全然やじ馬、うん、1500人やじ馬、1500人、あ、次いつ来れる、プチューン狙いたいな。でもプチューンは、プチューンね、うん、100枚一撃、アイテムどれぐらいいりますって。いやもうアイテムの数なんか言ったらさ、びっくりするよ多分。これ440万チビらかんから。明日はね、何時頃か、まあまあ夜には配信してるよ俺、うん、この時間絶対配信してる。だからハンナちゃんが、ハンナがこの放送枠おるときに、俺が聖杯ある人聞くから、その時にさ、ノーって、あの、手挙げてくれてさ、は、あの、あれするよ、うん、プチュー今おらんねんて、まったく前半も出る、ハチミツ何してんのお前、友達おらんかってんけど俺、うん、聖杯期限はこのイベント終了まで、とりあえず、うん、このイベント終わったらもう全くただのゴミ。440倍なしでアイテム400、ちゃちゃちゃポイント数、うん、440万じゃなくて440万ポイントさ、金額で言ったらもっといくよね、800万ぐらいいく、440万ポイント、うん、16,000円で7,000ポイントで、うん、600万から700万ぐらいで、600万から700万、そう考えたらすごいな、ゆうがさん、うん、600万から700万ぐらい、こんばんは、300万乗ったわ、年収やんて。その代わりね、やっぱ配信に頑張ってる俺たちね、誰よりもね配信に沸かしてさ、あ、今月もっと見ついてよ、うん、700万で1位かな、700万で1位か実質、うん、ファンタの33倍とか出るやね、まあ、倍で変わるからね、やっぱ俺2回出たよ、3回かファンタの、うん、俺見たことないけどまだ、今回で2回出た、あ、そうなん、うん、見たことないけど1回見たいわ、ファンタの33倍、20倍2回の33倍2回、それが出て700万ポイントだってそれが出てありえないの、
しね、ファンタの33倍いつか。あ、何時ごろ作るんやろか、しんさん。うん、まだって送ってみて。自分はすごい、かしんさん、来月行ったらかんってたから、うん、君たちは宗教がこう行かせへん俺、うん、レベル127ないと、え、あれワンちゃんって 何本からのレベル120やって、プラチナかやっぱプラチナ、うん、プラチナやってプラタム110？ え、110割120がビッグバンか、120がビッグバンやな、うん、110か、もうちょいかな、もうちょいだよ今、アンボラン視聴者レベル俺、うん、94、うん、おおほうほう、俺93やん今、93何分つくやろ、先月増給って課金したね。いいよ、その意気込みを。うん。もう内臓全部、これバンなれへん。大丈夫。TikTok はそれバンなる。バンなるんか。太郎くんバンなんすか。うん。いや、俺まだ金たぬきちゃう。銀たぬき。うん。銀たぬき。銀はね、100万ぐらいなれんじゃない多分。なんで 100万ぐらいになれるな、100万もいらんちゃうの、いらんかも、80やったら110になるには700、800万ぐらい、そんないる、500じゃ無理やろ多分、金たぬきになるんで何本ぐらいいきました、みんな金たぬきになるんに500ぐらいいるもん、やっぱ相関外だな、俺でももう200万ぐらい課金してんかな、500いるかやっぱ、うん、あ、そんなもんかやっぱ500か、うん、200万課金しやって93やもん、92か93、ステージ600万でいいや、90からが長いね、確かに、なかなか上がらんもん、90から、うん、48書いて書いてもうん、あ、いやいやいや、あのセンスあるかな、うん、ひょっとしたら48はね、うん、ちょっとあの調教もせなかんがね、調教も、うん、もう7位いらんねんお前もう、うん、36ね、うん、新しいアカウントをね、鍛え、ね、調教するのもいいよね、全く知らんね、視聴者レベル3ぐらいのね、10とか20の超お金持ちの人、うん、爆破せんでええよもうそれ、うん、残しとかな、もったいないよ、残しとかな、アカウント爆破したらさ、レベルリセットされるからさ、配信者さんに忖度受けられへんよ、うん、うん、忖度やっぱね、なんぼ言うてもね、プラチナたぬき、金たぬきはね、うん、そうね、銀って結構幅があるもんね、そう、銀はな、もう どこでもおんねんて、うんうん、カシングマだ、カ
シングで車何乗ってるの？軽四？うん。軽四乗ってんかな。車入るのかな。おかしいな、登場曲何するの？入場。入場。あ、アントニー。トゥー、トゥー、トゥー、プリウスないな。プリウスね。元気ですか？元気じゃないですやめてくださいよ、天然さん。いや、飯食ってるわ、今。ワンちゃん飯食ってる。160か、金ちゃん、うん、うちそれ足らんよ、蜂蜜、うん、160じゃ、うん、俺この前、キチョンチうんこ踏んだわマジで配信外で、裸足で犬の踏みつけたら、掃除するの大変やったよ、うん、あれ踏まん方がいいの、逆に、うん、いや、ま、マジマジマジ、普通に裸足で踏んだわ。しかもうんこを風呂場で流したやろ、あれ排水口洗うのめちゃくちゃめんどくさかった流し言うたやあれ、どこ流すあれ、うんこ踏んだことある？いや、ないよ。ないんや。風呂場が臭いなと思ったら、うんこの匂いするなと思ったら寝ちゃうだもんな、バヤーって。まともにうんこ踏んだもん、犬のうんこなんだ。ブリーダーする？ブリーダー、ん？ブリーダー儲かるかな？儲からんやろ。儲からん、ブリーダー高く売れるワンちゃんじゃないと大変やと思う。流星君とか飼ってる犬とかやったら一匹100万ぐらいする。マジで？するよ、ティーカップフードで。私なんかふわっち課金30万ぐらいだからって。誰に課金してるん？うちに課金してもらうな、全部、うん、うちにね、うん、さあ、車でね、皆さん休憩です。まったりタイムです。あと30分ぐらい着くんじゃない？30分着くんかな、お前よりララちゃん見せてて、花火一発でいいですか？ちょっと花火一発で。ワンちゃんおるてお前。そんなにあの安い犬ちゃうからね、うん、簡単に見せられへんこっち。やめてくれる？うん、値打ちが下がる、簡単にしたら。そうでしょ、値打ちが。やっぱね、価値を下げたかよね、価値を。蜂蜜もっといけるやろ、お前。もっと、もっといってよ、蜂蜜さん。勝てんわ、これ。気がめいってしまうもん、俺。400万ポイントで。実際に400万ポイントマックとしておるんかな？おるやろ。おるんかな？わからんよ、佐野さんが本気出したらいいかもしれない。ドーベルマンさん来たらやばいよ。ドーベルマンさんでもたまに来てくれんで、うん、ドーベルマンさん。え、 TikTok の人やんな、ドーベルマンさんって。そんな有名なんや。俺は見たことないけど、有名なんじゃない？ゼロワンとことかで投げてるの。へえー、あのさ、詰めてください、詰めてください言ったらさ、自分で詰めたら、うん、やめてよ、さ、人だより。ねえ、好きやな、詰めてください、詰めてくださいってみんなもう。今からね、ふわっちのスーパースター、カシンさんがね、
このお家来はるんやからさ、うん、僕たち売名させてもらうから、家臣さんに、うん、どこでドーベルマンさん、うん、佐野さん嫌われたところでさ、どうでもよくね、せえな、あこの前やろ、それでも、うん、で今日はね、その家臣くんのね、良さをね、ちょ僕たちがね、ちょっと引き出すわ、うん、家臣さんの良さを、うん、そのガチガチに詰める人はね、イキリストくんとかね、香川さんにいんちゃうの、うん、ガチガチに詰める人、山田とかさ、小村さんはしつこいからね、吸盤がしついたら。せやで。爪はしないけど。そう、爪はせんけど、俺は何回もしゃるよ。まだから家臣さん。うん、おお、危ねえ、家臣を生意気だ、お前。家臣さんやろ、お前、家臣さん。危、うん、ねえ。言ってよ、誰も言えへんやん、家臣って。お前呼び捨てやぞって。うん。家臣さんやので。え、ドーベルマンさんもこの前投げてくれたよ。うん。家臣一中が誰かに無料アイテム投げてくださいって言われて。うん。言ったよね。腹減ったらどうしよう、腹減ったらどうしよう、たこ焼きあるもん、うまかっちゃんしかない、あ、うまかっちゃんな、俺ウーバーイーツあんま好きちゃうね、あれ、あんま美味しくなくね、ウーバーイーツって、うん、ウーバーイーツのラーメンがクソまずいやん、あかん、モザイク入れる、モザイク、うん、あかんで、見せへんよ、やめて、うちの犬に、うちのワンちゃん、うん、なんか俺ウーバーイーツのご飯であんま好きちゃうんだよな、ベンチのご飯を食べるみたいで、うん、誰がでっかばやの誰がでっかばやの、うん、パーマ当てようかな、明日どこで、うん、次どうにもうパーマ取れてもんな、これからそんなの新宿とかのね、都会じゃないんですね、うん、東京の端くれの方でね、細々とやってるんで僕ら、うん、都会のど真ん中でね、うん、無理ですわ、え、スイパーマ開けるの、何パーマ、ツイスパ、あ、一緒や俺もツイスパの緩めいったんや、弱めやろ、うん、安いとこでしたからダメやろ、ツイスパやっぱめっちゃ安かったよ、うん、ツイスパして1万やったもん、カットは、いや、ありで安くない、カットありで1万、うん、ツイスパして1万や、俺9000円、案の定下手やった、9000円、うん、普通特殊パーマってもっと高いんや、2万ぐらいしてもおかしくないよ、ツイスパ緩め、いや俺もツイスパの緩め当ててんやけど取れたんよパーマが弱すぎて、うん、取れたんよ、多分濡れたら出てくる髪の毛、パーマが
もう多分だいぶ取れてる。ロン毛にしたら、ごめんなさい。いやいや、ロン毛だ。ツイスパーでね、寝癖ごまかせるから楽よね。セットセンで。あ、Z さん今ソープランド行ってる、うん、うん、ソープランド川崎のメッシュはこれ何色やな、これ分かれへん。うん、おちょくったかんで、え、ソープランド閉まるん、え、何時までな、ソープランド。いや、12時ぐらいじゃない多分、風俗は。そうな、ね、もう、皿とかええから、もうこっち。どん作ろすかい。あやす、嘘つける、どん作る。いや、絶対今、佐野さんで忙しいからね。ねえ、やっぱ佐野さん飽きたって人もおるからさ、うん、違うね、あれバージョンもさ、うん、いるでしょ、うん、次聖杯何時からですかって、いやもう聖杯今はないかな、うん、投げてくれはる人天狗取ったら、うん。お友達いてます、投げてくれる。合宿リスナーか。お友達いてるんだ、投げてくれる人。ギャザーない、ヤネさん、ギャザーないの。あります。ある、うん、あるからもうバンバン釣れる。この前ギャザリング使わんでも3000人いたで。使わんでも3000人いたから、うん、その代わりバチクソ叩かれんで、バチクソに、うん、これもらった、ふわっちの携帯ストラップ。これはもらってない、もらってない、うん、何のイベントそれ、何やったかな、なんかのね、入賞した景品。欲しい人います、これふわっち首掛けストラップ。これ いくら金額？分からん。300万ぐらい。これもつけれるけど、これどっかにつけるの？首掛け伸びるんかな、これ。いや、伸びひん。てめえがすぐ携帯なくすやなって。さすがにそれは正しいやわ。伸びらんわ。カシにあげるか。カシに。これね、小町がやってるね、これね。昔それつけとったけどな。どこにつけるやろ、これ。あ、え、よっさん、俺送ったっけ。配信タイガース、よっさん、あれ宝物にしてくれてんやん、嬉しいよね、そういうの。いや、これ何それ。5万円リスナープレゼント。いや、もらったよ。誰に？両タッチョに。あ、最近使ってないもん、うん。隣の人は家臣さん。違いますよ、天然さん。いやちょっと疲れましたよ。くださいよ、詰めるのは。キシンさん、キシンさん。キシンさん。何人、うん、若干ヨギママっぽいよね。あっち系の声似てるわ、うん、うん、ヨギママとかさ、うん。椅子もう一個いるかな、カシンさん用に。3個いるな、椅子。今日カシンさん寝たことどこなん。隣。ちょっと紹介するわ、カシン君の寝床。パンツ回収しとってるどこ自分のパンツ。あれ洗濯しないん。今日カシンさんの宿舎はこちらですね、こちら
あ、パンツ、これ。あ、これパンツ、俺の。これか。え、これさ、多分な。全然、あ、これ皿やわ。うん。むちゃんこ皿。いや、いい匂いする。多分入ってないわ、これ。いや、俺の寝床ですね。うん。うちの寝床。ここで、こうやって寝るわけ。じゃあこれ、おやすみで。こういうふうな感じで。ちょっと、あのさ、こんなん言うたらめちゃくちゃ怒られかもしれんけど、寝せいはいし、寝せいはい。寝ながら聖杯ダメっす。うん、こうやってさ、ダンスカスカーイで、アハンダナイス、アハンダ20秒ナイスって、ダメ聖杯ダメたいっす。めちゃくちゃいい匂いするわ、うん、いや最近沸かしてるやん、ずっと沸かし続けて沸かし続けて、ここ1,2,3,4,5,6 あるわ、うん、ちょっと待って、俺この布団でカシンと寝んの、この布団で、寝聖杯は精一杯やれてやるよ。でも佐野さんはあの寝ながら投げてるよ、こうやってこの前あの佐野さんおるやろ、佐野さんが寝ながらこうやってな爆投げしとったもん、ね、伝説の 寝投げし、やっとったよこの前、こうしてながらね、こうやってピコ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 してながら、うん、爆投げしとったもん、どっかの女リスナーに、うん、これはワルターって何個あるのって、6個あるね、6個、うん、カシンマだかよ、うん、アメリカンドッグお願いします。布団はそれしか知らんで、あ、王子がここでタバコ吸ったんや。俺やったら絶対吸わさせんけどな。うん。絶対吸わさせんけどな。なんで機長の家で今から家臣が来んねよ。うん。まあ今もな、家の中でカビタバコあんま吸わんもんな。うん。家の中で、そう、もう車でもそうやもんな、うん、車でも、俺さパソコンさ1台買おうと思ってんけどさ、やっぱ Windows のええかな、うん、パソコン買ったら、カシンさん知らん、タバコ吸うんかな、うん、え、Windows の最新バージョンって今10 11? Windows 11 11かな、うん、11なんや、パソコンで配信する分には全然問題ないな、どこで買ったいの、電気にパソコンや一台欲しいな思ってた、家に
ふわっちはどっち ?Windows の Windows の人だ。うん。え、何 AI パソコンって。配信で沸かすこともできるし、リスナーの本能も解析。何それ AI パソコンって。うん。別に Mac じゃなくていい。うん。あの、機長も言ったけど、あの、フワッチの配信ってさ、Mac あんま向いてへんねんて。うん。Mac が。今買ったらあかん、なんでなん？また新製品出るからってこと？俺パソコン使えるよ、全然。うん、そう、めちゃくちゃ詳しくはないけどね。めちゃくちゃ。デスクトップかな。デスクトップので、デスクトップ1台買って、まあ、モニター1台みたいな感じ。ノートやってる人おるかな。あ、やっちょくん怖いそうやな、あの子。新やっちょくん。やっちょくんでも捕まってる今。そこ。代々木警察で。PC、だから家に置くねんて。うん。家に。いや、俺な、あの、予算の PC 配信って結構画質悪くない？うん。画質あれさ、モニター変えたらいいのになって思うねんけどな。なんかさ、なんか色飛び知る感じするもんね、よっさんのは。画質悪いやろ、めちゃくちゃ。うん、カメラどこがいいん、一番いいの、ウェブカメラは。でもさ、そのパソコンにさ、あったウェブカメラってあるやんか、相性ってあるんじゃないん。タイガークラウディスなくなったわ、もう。うん。相性が。なんもめちゃくちゃいいウェブカメラ買ってもさ、パソコンとさ、相性悪かったらさ、なんか、な、色飛びするとか、そんなんないの？あ、ロジクールやん、みんな。機長に聞こう。どこのウェブカメラ使ってんて。うん、ロジクールで結構聞くな。うん、機長、カメラどこのカメラ使ってるの？え？どれカメラ？あ、これ？おお、ごめん。あ、これ？これどこのやつ？これどこ、リスナーさん？ロジクール？これええやつちゃうの？ライナックスかね、ライナックスって。え、インナックス？ええやつ？いくらなこれ？これもついてるん？いやいや、それは別売。別売、これいくらなん？これはね、いくらやったかな。それはそんな高くない。あ、めっちゃ安いで、これ。これズームできんで。ズームいるよな。ズームできるけど、横は動かない。横っちのは、あー。動くやつはもっと高い。横に動くやつは。
ね、メーカーがね、エツミ。何エツミって知ってる？エツミ。それ、アームの方や。アームか、これ。これね。俺の配信いるやろ、パソコン。うん、これなんだ、これ。ああ、扇風機か。これがパソコンやろ、モニターやろ、モニター。これなんだ、これナナちゃんちな、すごいな、あれ。あそこもモニターもでかいもんな。トータル全部でいくらぐらい、これ30万揃う。30万ぐらいだね。協定一発ぶち当てたらいけんな、これ30万やったら。うん、ええやんけ、別に買わしてくれ、パソコンの位置に似合うぐらい。うん、毎日パソコンあらへんの、めっちゃダサいんやけどとかで言われるよ、また。あ、なんか、う、あ、裏貼ってるわ。はっ！事件！事件！ちょ、集まって集まって！マジで？あ、集まって。ここ情報。ホットニュース。事件です。じゃあ発表しようか。こちらっすね。じゃあね、無料アイテムお願いします。発表するんで、無料アイテムお願いします。はい、お願いします。無料。ちょ、アイスクリームつけたやん。ん？ 1日枠。
ナイス、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 それで発注する、うん、今からさ、機長くんが無通知で配信つけるからさ、ナイス流し上げてよ、発表するから、うん、言うとでね、いい、無通知ってどれなのこれ、これ配信開始通知を検査だね、うん、せんナイス行くわ、せんナイス、うん、よっ、次だよ、うん、オッケー、次だ、行って、今ナイスがなんぼ、おー、行って行ってる、せんナイス発表ね、行ってよ、押しよ押しよ、みんな、136、うん、そんなに行くかな、今何人見とる、2000人おる2000人おる、うん、何で無通知なんて、こんな時間にさ、起こしたら申し訳ないやん、うん、今200、機長くんの放送枠ナイス押して、1000ナイス発表するわ、ホカマン5話じゃん、お前無課金だよ、お前、1000いけねえろ、2000人おんねんぞ、うんこれどうやって撮ったんこれ押した、あ、加工でこんなんなの、うん、今227、押し上げて、1000ナイス発表します、押した、235、243、寝てるな、起こすわ、起きてよ、今246、機長くんのナイス、1000ナイスでね、発表します、大事件やこれ、大事件発生よ、大事件すぎるわ、251、252、これ2000人ほんの 寝落ちしてんのこれ、うん、パルの気持ちが分かるわ、なんか5000人いってもさ600ないとかさ、うん、寝落ちしたかよ、起きて、ナイス押し上げて、こっち1000ナイスまで、船内さん押し上げて、緊急事態発生、緊急事態発生、大事件やん、うん、ナイス押し上げて、船内さん発表します、いった、うん、火柱3つですね、うん、火柱3つ、285、緊急速報入ってたから、うん、T アラート、 T アラート発生うん、今280、流れ悪いな、めっちゃ、機長くんの枠、
一応今配信つけてるやろ、押し上げて。無通知言ってるかな、無通知。うん、300。うん、寝てんね、寝てんね、これ。だって今780人通過してさ、半分やで。うん、アンチやろこれ、半分。300。うん、時間、この時間な、やっぱね、あの、閲覧人数多くても大体寝落ちすんね、みんな。うん。じゃあ、500にしようか、500。あ、いや、もう、500、とりあえず500いって。500ナイス発表します。うん。ありがとう、クビさん。うん。今325、残り180。残り180。あ、ありがとう、ナイス。残り170。伸びてる、伸びてる、伸びてる。ぐんぐんいってるよ。機長くんね、機長くんの放送枠で。お願いします、うん、ナイス。ナイス、押し上げて。無通知やからね、無通知。この顔、こまいやろ、どう考えてもお前。うん、押した。すげえな、この寝落ちの率が。誰かさ、定期書いてあげて。うん。定期、うん、351。354。ほとんど寝れるってこと？うん。そら、おらんわ、友達。うん。タイトル書かんでもお前、行動で言ってんけど今俺。行動で。バカなのお前。聞こえへんのツンボ。機長くんの放送枠ナイスお願いしますって。うん。あと100、140。うん。オッケーオッケー。あと140。あと140。367、じわじわいってた、じわじわ。うん。じわじわいってる。ブチギレ案件かな、これ。どうなんやろな。うん。大事件や。お友達起きてー。一応、無通知ね。無通知。500ナイスね、500ナイス、まずは。377。長いな、これ。長いな。ギャン、いらっしゃい、ギャン。ギャン、久々やな。うん、378。オッケーオッケー。うん。押した？うん。人気ないんかな、俺らマジで。うん。人気ない？381。
だから何があったの、だからそれを500ナイス言ってくれたら発表するから。うん、うん、391。うん、あ、だからオワコンって言われん、これ。うん、大体2000人おったらねスパーンって行くんやけどさ、大体は伸びが悪いな。いやいや、よし、400いった。あと100、あと100じゃ。これ引っ張るとかじゃねえからね。むしろリスナーさんが引っ張ってるよ、これ。あと90。寝るね、もうこの時間。ドバンやドバン、君ら。押した、ありがとうね。うん、410、残り90、頼むわ。もうもう眠たいってみんな。残り88。タコシ枠開いてるの悪どいて、多分これ配信切ってみ。次配信つけたらさ、300にもけえんぞ絶対に。なあ、300も絶対けえんから。うん、あと80オンヌ。あと80オンヌお願いします。押した。うん、あ、クルルさんね、機長さんこっちおるよ今。うん、ここ、クルルさん来た。うん、数字出したらよかったかな。いや、もう変わらへん、昔も。うん、これどうやるん、加工でこれ。うん、あ、こんなんあるんや。あと70。もう早く言いたい、早く言いたい。あと70。あ、いいよリャン、ありがとうリャン。うん、あと64。機長君の放送枠64。うん、じゃ俺閉じたらさ絶対流れへんか、あいつらんこの時間。まあ、さ、この1900人ちも1800寝落ちやぞこれ。うん、絶対入れてるね。あ、大原みたいなやん、クルルさんやろ。あ、クルルさんね、ありがとう。うん、あと60。64ヌ、うん、64ヌ起こしまくった、もう事件です。事件やけど、うん、ブチギリ案件よ、ブチギリ案件。うん、444、あと50。あと50。あ、早く早く、あと50ナイス。もう言いたい、もう早く言いたい。楽になりたい、早く。政治のマクロちゃうわお前。うん、449、残り50。451、454。機長むつうちゃが今。うん、457、もうちょい。あー、言いたいな、言いたいな、早く言いたいな。あと43。まあこれ深夜でさ、500人ぐらいしか起きてないからね。うん、もう一応1500人通過してんで、むつうちへ。うん、むつうち1500人通過して、今日やじ馬が1000人よ。やじ馬1000人、もうよう分かるわほんま、ふわっちが。
ほぼ野獣馬や。野獣馬。さあブロックぶち込まれるわ、あんなの。残り28ね、残り28。なんで1500人さ、行ったのにさ、押せへんの ?1500 人行ってんのに。とりあえず押したらな、済む話なのにさ、頭の回転悪いよな、ほんま。押したら済む話やで。アンズさん。そう、頭悪いなもん、ね、俺って押すけどな絶対。1500人見とってさ480で残り1000人通過やで、マジで頭悪いなもん俺。482484、小前行っちゃうんだよ。小前行くんじゃないっす、大した話ですよ。さあ残り4パッパー、浮気ないですもん、何も後で押し返りんだからさ、そうじゃない、そうやってやないですもんね、押したらさ話がどんどん進むわけよ、それはアホがな、早くせえとかさ、こんなの知ったことないでしょ俺は。4-9-6 4-9パー、よいしょ、来た。オッケー、じゃあ切ろう、じゃあ発表お願いします。サービスナイスない？サービスナイス。4-9-8まで減ったわ。減ったわ、あかんわ。あかんわ。へつり、あかん、へつり。減ったわ。いった？4-9-9510にしようか。ヘッツばっかおるからさ。いった500。じゃあ、OK。発表お願いします。発表します。この人犯人です、犯人です。リード消しといてるぞ、大事の大事の一条路消しといてると思う。いいわ、やってるこれ。どうする、説得する、電話してみたら。ないわー、ってことです。1時間経ってからやのね、しかも。送信取り消しも、まあ、一応送信取り消しが、これな、今行く、見栄え、今行くわ、具合悪いらしいわ、今行こうか、看病しに行くしかないよ、もうカシンさん家知ってる？わかんないしてるよ、もう。もう今行くわ、もう。カシンさん。お見舞い行っていい？
家臣のお見舞いに行くにしようタイトル。うん、家臣のお見舞いに。いや、なんか具合悪いらしいですよね。うん、凛住所知ってる？ちょっとあのさ、凛にさ、家臣さんの、でも凛今配信してる？うん、やってなくない？やってないか、やってないわ、うん、やってないか。うわぁ、 LINE 知らないんでしょ、だって俺？うん、 LINE 知ってるよ。知ってるの？うん、まゆ今配信中。住所教えるかな、まゆ教えんと思うな、うん、三鷹やろ。三鷹やったらこっから40分ぐらいやもん。でもさ、今さ西新井におるって言ったな。多分龍也くんとかおるはず。龍也、うん、龍也の家におるかもしれんな。龍也くんの LINE 電話、 LINE してるだが、龍也歌詞見たからし、うん、それ普通は住所言わんからな、うん、普通に考えて。そうする、最悪やん。おかしいよお前。2000人おんねん今。2000人、2000人これどうすんの。だから龍也に何か電話するとか言ったけどな、うん、いや凛も多分今 寝てるやろあいつ。龍也のね、知らん俺。こっちの人絡みないもん、ほとんど。いや、誰も止めてへんと思うで。うん、誰も。どうやるな。横槍入ってるこれ、うん、西新井遠いな。確かに西新井はこの時間遠いわ、うん、で連絡来たんが了解です1時53分ね。約1時間後ね。1時間後に具合悪くていけません、すみませんって、うん、仕込み入ってるこれ。仕込み何か言われたんじゃない。やっぱ横やり、うん、誰が言ってる。龍也、うん、ちゃんに聞いてみる。配信しねえ今。でなんか。多分とともさんとバコバコ言ってるよね。うん。チキった。チキるほどでもないけどな全然。うん。
してるこれ1時間後1時間電話して切れたんかな来ないってその1時間の間で洗脳入ったんかいやまだ関係ない今引っ張ってこれ。すいません本当に。そのうちの家臣さんがね、すいません。うん。うちの家臣が。今日何じゃ。これだけ。これだけ。飯食ってコーヒー飲んで。飯食ってコーヒー飲んで。それ。これじゃなくてですね。うん。リンって今千葉やろで、あれやろ、トモさんの一緒おんねやろ、うん、トモさんとトモさんの一緒かなちょ定時あと1時間半やの。いや7時。あ7時じゃん今日。リンポンプ入れるかそんな。いやー。ケンジお前何しんのケンジ。ケンジおい。マジで。ケンジ君はやろ絶対。君は ここでな一丁パーって出たらさ、うん、また人肌向けんのになどうします、うん、いやそんなの圧力ないよ 俺たちなんかもな ないよ別に、うん圧力ないよね、全然した平均もね、うん、俺行く友達見てる友達持ってますか、誰かこれ、うん、これせーの、はいふふふ今日何個使った？今日4、3教さん、うん、宗教室だから、うん、いやーちょっとな配信展開的にな家臣君来てくれば一番良かったけどな、うん、めんどくせえやったこれ。ノートを見られて一番困る人からの誰それ？まゆちゃん？あ、ケンジですね。うちのケンジが迷惑かけました。うちのケンジがですね、実はうちのケンジがなんとね具合悪くていけませんって、すみませんって、すいません、ケンジが申し訳ないです、本当に。源氏さんがね体調不良ということで、誰の言うこと聞くの？リンの言うことしか聞かんの、うん、リンしかあかんねや、うん、もう洗脳されてんやな洗脳怖いじゃない、そう考えた洗脳って、うん、お前電話の声めちゃくちゃピンピンしとったで。
すごく。いや俺家臣くんちょ運転手してもらおうかな思ってさ、うん、いやでも出えへん一切俺の、うん、俺の電話出えへんからさ多分もう取らんちゃうか、うん、マジか2000人どうすんねんこれかっこつかへんけんお前お前ら今日お前飯食ってお前コーヒーの終わりかよってねなっちゃうもんね、うん、相手残しってお前うちがないね、うん、あブロックちょっとそれはないと思うでブロックは、うん、確認します検事検事ね今から検事確認します、うん、検事行くよ検事のブロックされてるか確認します行くよいきます。ドン。あ、セーフやわ。うん。セーフ。検事セーフ。いや、だからリンもうこんな時間さ、もう配信外だからあんま電話したくないけど俺。リンに。うん。向こうは配信外やろ。ノーブロックスね、ケンジ明日行くしかない、こっちからじゃあで、僕いや、まやちゃん、家臣で家知っとっても普通は言わんけどねうん、普通はそうじゃないそれにも、まゆがさ、家臣の家を言ってもいいや、お前まゆが叩かれるよ、今度うん。やろ、うん、普通は言わへんよね、うん、知っとってもリュウヤえ、でもあの子家ないよね、今誰が家臣家なしやんなあるけど誰か住んでるんでしょあ、ずっと車に寝泊まりしてるの車中泊ずっとそうそういうことやで、うん、どうなってんのみたいな感じその住めるとかそうなっちゃうよ俺あ、だから前止めとったんやな。うんうんうん。それって眉がさ、家に止める理由もわかるよ俺。それやったらね。大丈夫かって、男は大丈夫かって どうしますうん、もう今日解散でいいみんな事件ないなんか事件それから凛入荷するか具合悪いトモさんが嫌やな配信待って OK ちゃうの、うん、
配信版ったらどうなるな。リンに釣る、うん、まあ、あの子千葉やもんな、うん、家臣の車でさ、もう割れてるん車種とナンバー、うん、リンが囲いとバクバク中で病んでるっぽいね。でもそんなんもう分かりきった話やろ、うん、うん、分かりきった話、うん、そらせやわな。プリカスかどうすんのこれ、もう最悪や。これやからさ、お前らさ、もう明日また佐野あんねんて、佐野、うん、家臣頼むわ。リスナーさん、お前また佐野行くぞ、佐野言うて、うん、あ、赤のプリウスなんや。プリウスか、うん、佐野先生はね、どしっと構えてんやからさ、あの人は、うん、いや、これ家臣来たら3000人は行ってたよ、多分3000人は硬いよな、3400、500は。ホンダのインサイド車なんや。探し行く、ホンダのインサイト西新井にホンダのインサイト見つけてくださいって、うん、小村さんの誕生日ここにする。どこなんそれ。相手だよ、16日、最大48名着席可能。そんなの、うん、めちゃくちゃ豪華やん。リアドツアリ、うん、1時間8000円安いな、うん、土足 OK、大型スクリーンありだって。へえ。いや、レンタル。で、リスナーさんも OK なんでしょ。うん、全員 OK。 うん、8000円やったら、まあ、1間層分ぐらい借りて4、5万ぐらいな。マッシ32、うん、4、5万ぐらいな。あなたたちがリンのところに行けば自然と家臣来るやろで。行っていいの俺たち千葉県明日行ってもいいけど、でも7時から追加せろ。朝一回寝らんときついやろ、うん、どっちにしても寝やな、しんどいわ、うん、明日行くか。今日一回解散して、うん、ちょっとあのコンタクト取ってリンちゃんにお願いして、うん、そうする、うん、3個ありがとう。そうするみんな。盛り下がったなマジで、止まるよ、もう。またもう付け直したら300人だよ多分。なんで2000人も俺はこのコメントの流れでね、うん、不思議やわ。
新薬はもうほとんど寝ちゃうかな、うん、こんなやつでも飾り付けやで、うん、飾り付けどうすんのこれあ、そう、明日休みか、日曜日か、みんな、うん、日曜日か、俺たちさ、これ配信は次どこ行くみんな、うん、ゴッキブリさんゴッキ行くの、ゴッキまゆちゃんまだやってん、あ、寝るの、ゴッキ行けん、ゴッキまゆ何しろ、カラオケ、うん、カラオケ見に行くみんなでカラオケ、ツイキャスもこの時間誰もやってない、いや、やってるよ、やってるんや、うん、うん、右とゲンゴロウくんとかね、あ、ゲンゴロウさんな、ゲンゴロコネコくんとか、まいったなケンジほんま肩すかし食らったな、うん、クソみたいな枠しかないよね予定が狂ったからね、マジで、うん、待ったわ最悪、終わるか、うん、また明日の夕方ぐらい、明日はまあ、まあのんびりして、え、ニコ生サイバー攻撃やったん、だからあれ12時間止まったん、ニコ生って12時間、うん、12時間の配信止まったらしい、うん、みんなのあの、あれやろ、DDoS やろ、DDoS やろ、DDoS、うん、誕生日分からへん、決めてない全然俺、うん、あのフワッチもあったよね一回サイバー攻撃知ってる、30分ぐらい配信できんかと思う、ツイキャス結構昔あったけどね、あ、ツイキャスも、うん、あ、じゃあもうそんだけ長時間のメンってやったらあれはな、サイバー攻撃受けてるな絶対に、そうとす、うん、ふわっちも配信できんくてさ、誰も配信つけられへんよ、うん、誰もどこからよ、だから海外ちゃうか、うん、海外からサイバー攻撃受けて、でそれで個人情報抜かれたりとかな、だからあのツイキャスの運営さんがな、その個人情報の漏洩は絶対にありませんって書いてたで、うん、ホームページに、まあ、ツイキャスすごいよね、やっぱあのちゃんとさ、そういうサイバー攻撃受けたら受けたでそういう風に、ね、うん、発表するもん、ふわっちなんかさ、今回さ、あのアップルのさ、あれも消えたやんか、一回ポーンってダウンロード、あれ結局何が原因かっていうのもさ、あんなやみくもやんか、なんで消えたかっていう、闇に葬れたね、闇に葬られたままやん、あれ、うん、だから消える何かがあったよね、うん、
そう、普通は説明ねあったらねいいねんけど、やっぱそう具合悪いよね発表したら。絶対に。あ、わかったし、なぎさん、なぎさん、わかったよ。じゃあもう終わっていいっす、僕ら解散で。うん、解散で本日。うん、じゃあ、お疲れ様でした。